おはようございます。通学のともに朝から古文単語、本日はメモあやなりを紹介します。こういうイディオム系の単語って結構差がつきますんで、しっかりと覚えておきましょう。メモあやなりは目もくらむほどの様子を表します。で、こういう単語って必ずと言っていいほどプラスとマイナスに分かれるじゃないですか。まあ、思わず目がくらんでしまう、うわすごいなっていうニュアンスであれば当然プラスの立派だし、逆にもうダメだ、やばい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 っていうようなマイナスの状況だって考えられますよね。それってどっから見えるのかってやっぱり文脈判断なんですよ。こういう文脈でプラスマイナスを問われるような単語っていうのは当然のことながら出題率ガーンって高いですので、目もくらむほどプラスマイナスって覚え方してあげたいですね。やってみましょう。例文です。目もあやに忌み時期雨人の雨下れる音。さあ判断しなければならない材料はおそらくこの忌み時期雨人、ここで勝負ですよね。忌み時もそもそも程度が甚だしいプラスマイナスという単語ですから、まあ評価材料は雨人しかなさそうですね。天からやってくる人たちでしょ。当然昔の人たちの感覚からすればここはプラスで取りたいですよね。っていうことは意味字は素晴らしいくらいで訳すんだろうから、今回は目もくらんでしまうほどプラス素晴らしい雨人たちが天から降りてきたぐらいのニュアンスで訳出できるとバッチリですね。間違っても天下りしないでくださいね。それは雨人ではなくて人間ですよね。っていうことで、しっかりとメモあやなり使いこなせるようにしましょう。今日も一日頑張ってください。いってらっしゃい。